アンドレイ・ブラッチは、アメリカ合衆国ニューヨーク州シラキュース出身のバスケットボール選手。中国プロバスケットボールリーグの新疆、フライングタイガースに所属している。主なポジションは、パワーフォワード県センター。ブラッチェは、はじめ、ニューヨーク州シラキュースの高校に通っていたが、後に、コネティカット州ケントの高校に転校した。高校を卒業後、その年の NBA ドラフトにエントリー。 2005年の NBA ドラフトで、ワシントン・ウィザーズから2巡目49位で指名されて、NBA 入り。NBA 入り後、アントワン・ジェイミソンや、ブレンダン・ヘイ・ウッドラインサイド陣の控えとしてプレーし、2007から08シーズンは全試合出場を果たした。2009から10シーズンは、ジェイミソンら主力が抜け、出場時間を大幅に伸ばした。特に4月9日のボストン・セルティックス戦で、 31得点11リバウンドを記録。平均14得点6リバウンドと全試合出場停止のギルバート・アリーナスがいないチームを支えた。しかし、精神面で未熟な部分がありコート外での問題行動がしばしば話題に上がることもある。この年も HC のフリップ・ソーンダーズと試合中に抗論になり出場停止処分になったこともある。二千十二年九月十二日。 ブルックリンネッツに移籍。9月20日、新疆フライングタイガースと契約。2015年2月に契約が満了したが、3月25日に3年契約で再契約した。2014年6月、フィリピン国籍を取得し、ワールドカップにフィリピン代表として出場したが、帰化選手は帰化した国に3年以上居住しなければ、ならないという OCA 規定定職のため、 出場資格停止処分が下され、アジア大会には出場できなくなった。身体能力が高く、フックシュートやミドルジャンパーなど、ビッグマンながら攻撃の幅が広い。ただ、不要なファウルが多く短時間で、ファウルアウトになることや、ディフェンス意識の欠如に、今後の課題を残す。ありがとうございます。